こんばんは、L&F チャンネルです。私は今日はどうしても言っておきたいなと思って、今動画を上げてます。で、このアベマ TV の、件ですが、ひろゆきさんが出した辺野古の基地のところの、ツイッターについて、いろんな物議を醸し出されて、もちろんひろきさんもいろいろ抗議を受けたようですし、いろんな気持ちが今あるんじゃないかなと思うんです。ただそのアベマ TV の、セイアロガイおじさんや、沖縄タイムスの方などを呼んでの話し合いの中で、私はいろいろと疑問に思ったことがありました。で、大抵は言わない方がいいって思っちゃう方なんですよね、私は。だけどこれは違うんじゃないか、でこれを正しいというふうに思って、ひろゆきさんがツイートをし、しかもそのコメント欄をずっと読んでると、それは正しいと思ってる人が多いように思うんです。で、私は基本的にひろゆきさんがこれ書いてることは正しくないと思います。っていうのが、ひろゆきさんが書いてるのはこの看板を見て3011日続いたという意味ではないかと思うんですが、座り込み抗議がということだとは思いますけれども。しかしその時に行って、たまたま、人がいなかったから、座り込み抗議が誰もいなかったので0日にした方が良くないと書いています。でもこれは、0日では本当はないんですよね。それは現実に座っている方たちを見ている周りの人たちも分かっていると思うんですけれど、だから事実と反してるんです、0日っていうのは。もちろん、一日中座ってるわけじゃないようですね、今。以前はどうだったかわからないけど、今は、一日に3回ぐらいだとします。で、10分ぐらい。そしたら、それで計算を全部しても、1日以上に、3000何日であれば1日以上になりますよね。その計算はできると思うんですよね、誰でも。だから0日にするっていうのはおかしいですよね。真実じゃないことが逆に言うことになると思います。で、座り込みの講義、座り込みの定義っていうのはあって、座り込んだら、動かないでいるというふうな話ですが、実際問題、現実は皆さん、トイレに行ったり、ご飯を食べたり、いろんな普通の生活はしなければならないですよね。で、それは当たり前だと思うんです。で、そういうことを意外にももちろん仕事があるとか、この時間帯は抜けられないとか、子育てがあるとか、いろんな人事情があると思うんですね。で、それをやめてまで、座り込みをするということが、することがいいという、それを強要されるとすれば、それはもうほとんど統一教会の教義と同じなんですよね。で、私は8年以上か続いたというふうに、これ聞いたんですが、この続けているだけでもすごいなと思うんです。で、1日何回、3回だとしても、もう私だったら多分とっくにやめてるでしょう。で、っていうのが、最初に初め出した時はまだいろんなマスコミやいろんな人たちの注目があったかもしれないけれども、マスコミがそういったところの注目がなくなったり、
あるいは警察とかの、いろんな妨害というか、まあ妨害というのはどちらが妨害かっていう人はいるかもしれないけど、一応その新基地を断念するっていう民意は、沖縄の民意としては選挙で決まって民意として出してるものですよね。で、それでもまあ国がやるということだから、まあ座り込みの抗議をしようという話だったんではないかと思うんです。まあ私が間違っていれば、反対の意見を出していただいてもいいと思うんですけれど、コメント。でも、おおむねそういうことだったんではないかと。だから、座りの込みの定義という問題以前に、座り込みをやっている方たちだと私は思うんです。しかも、0日ではない。でも、それを0日にした方が良くないというのは、事実とは反したことを、もしこれを、じゃあ0日にしたら事実とは反してますよね。全然してないっていうことになってしまうじゃないですか。それは事実とは違うということは、ひろゆきさんは認めてくれるんでしょうか。私は、アベマ TV の、内容やコメントを見ていて、とてもショックでした。だって正しくないことを正しいという人がこんなにたくさんいるんだろうかって思わされたんですよね。誰も、多分沖縄県の人もこれに反対してない人たちでも見てって分かってたのは、0日でないというのは分かってたと思うんですね。やはりやってるところを見てたでしょうし、そういうところがやっぱり私は自分の中で整理するとおかしいツイートではないかなと思うんです。だから事実も表していないじゃないかと、事実を歪めているっていうことにならないかなと思うんです。で、そのことを気がついているコメントっていうのはほとんどなくて、ゼロまでのいかない、ゼロまでいかないけど少ないからっていうようなあれでなってただけで。そしてこの新基地断念っていうことの、いろんな運動っていうのが、私も以前から私自身沖縄に行ったことがないし、そういう運動を支援したわけじゃないし、運動に参加したこともありません。でも、沖縄の方の、特にそういう海とかそういうものが、やっぱりサンゴ礁が、嘘だたなかったり、その基地自体の、何ですかね、軟弱地盤とか、そういったことは聞いていて、本当言うと、本当に日本とアメリカのためになるのかという基地の作り方なんですよね。で、そういうことは聞いています。で、そういうこともあって、抗議をされていたと思うんですね。で、私はこの時に、このアベマ TV を見た時にも、ひろゆきさんという方が、独断でと言いますか、相手の話をちゃんと聞くんではなく、相手が話している、例えば、セアロガイおじさんが話している間に、なんて言うんですか、バンバン意見を差さんで、それも全然正しいとは思えないような議論を差しは挟み、
この人はちょっとなーって思わされました。で、それは今回が初めてじゃないんですね。で、その前は1、2年前にもこのひろゆきさんという方の話を聞いた時に、あ、この人は何のために議論をしているんだろうか、問題の本質に導く議論ではないんじゃないだろうか、自分の正しさやそういったことを、なんていうか主張したいためだけの議論になってないだろうかなと思ったんですね。で、この前の話もやっぱりそんな風に感じたっていう時に、いい感じがしないんですよ。で、ひろゆきさんって見た目はそんなにおかしくないし、いい感じで見れる、女性から見たらそんな悪い感じに見える方ではないと思うんです、見かけは。でも、そういう話をされている時にやっぱりそこに出ちゃうんですよね、その人の字っていうか、その人の心というか。で、そこでやっぱり私はちょっと嫌だなぁと思いました。決してその見かけが悪いわけではないし、だけれども、まあ私女性なんですけど、でもいいなとは少なくとも思えなかったんですね。で、しかも私はこのツイートは事実ではないというか、事実ではないことを、そういうふうに書けというふうに、このツイートは書いた方が良くないというふうにあるんですよ。だから事実じゃないから書けませんというのが、もうストレートな返事じゃないかと思うんですね。だって0日じゃないですから、それは皆さんが見てて分かっていると思うんです。でも周りは見て分かっているけど、ひろゆきさんに言ったってダメだろうな、多分分からないだろうと思うから言わないし、もう表立っていろいろ言っていく、絡んでいくのが面倒くさいって思うんですよね、大抵の人は。そういう時はそれでそういうふうになってしまったんじゃないかなって、あの回を。そしてあの回についてのコメントについては、多くの人が、私はすごくコメントを私読んだんですけど、ひろゆきさんが正しいように書いてあるのは誤解じゃないかと私は思うんです。このツイートを読み返した時に、やっぱり0日というのはおかしすぎますよね。で、1日3回が10分だとしたって、全部をそれを数えればもちろん1日以上になりますよね。それが事実じゃないかと思うんです、本当の。で、しかも、それ以前に、そういう沖縄でのいろんな、困ったことや、そういうことがあったことについて、私は本土に住んでて沖縄に行ったことないんですけど、そういう人たちがなぜそういうことをしているのかっていうことに、もっとなぜなのかなと思って、理解しようとする気持ちっていうんですかね。そういうのがなくなってしまったら、やっぱ日本は終わりかなと思うんですよ。で、また本土と、沖縄が分裂することで日本に何かいいことはあるかっていうと、私はあまりないような気がするんですね。で、沖縄もやっぱり日本の一員として、やっていってほしいなって思うし、
だからまあこのことでもしコメント書きたい方がいらっしゃれば書いていただけたらと思うんですが、ただ本当ではないゆうきさんのツイートは正しいとは私は思えないんですね。で、別に正しいことが少数派だとか多数派だとかっていうのは関係ないと思います。というのが今までの歴史の中で、後から正しいと証明されたことは最初から少数派である場合は随分あったわけで、そんなことは分かられてると思うんですけど、だから少数派だとか多数派だっていうのは歴史や年月によって変わってくるっていうことなんですね。だから今だけの話で、少数派も今だけの話、多数派も今だけの話、かもしれないわけです。だからそんなことで何かが、正しいの間違いなのと言えるものでもないですねと思います。だから私はそして番組に出ている方が、リベラルのどうのこうのと言われてた方がいたんですけど、私はその大空さんっていう方ですけど、その方のことをよくわからないんですが、まあ私は今時の方は、今時というか年齢にも関係なく男女関係なく、あんまりなんて言うんですか、リベラルとか保守とかに分けられたくないっていう人が結構いるように感じてたんですね。なんで、まあそういうくくりを作るよりも、私はこう思っています、私はこういうふうに思いますっていう方が、まあ今は分かりやすいかなって思うんですね。っていうのが多様化してるので、考え方が皆さん。だから同じリベラルの中でも違う考え方があり、同じ保守の中でもいろんな考え方の人がいるって思うんですよ。だから簡単にそういうふうにこうくくれないなって、私は普段からそういうふうなふうに感じていました。まあ自分がくくりたいと思っても、実際にはいろんな考え方の人がいて、簡単には分けられないって思ってたんですね。なんで、まあそれもちょっと、少し違うかなって思いましたし、まあちょっともう今は、ちょっと前ならば、まだそういうことがはっきり分かれやすかった部分があったと思うんです。でも今は、ちょっと多様性がやっぱり出てきて、リベラルの中にもこういう人がいて、ああいう人がいてって、保守の人の中にもこういう人が、ああいう人がいてみたいな感じで、簡単にはくくれないなっていうのが私の実感です。まあ今ちょっと今日アベマ TV を見せていただき、このまあひろゆきさんのツイートで感じたことを率直に話してみました。で、ひろゆきさんがどう、すごい悪い人間だとかって思ってるわけじゃないですが、しかしながら、このツイートは正しくはないじゃないかと。そしてまた主張も正しくはないじゃないかなって私は思います。ということで、私が、アベマプライムっていうのをまあ最近見まして、辺野古で何が、ひろゆきが見た座り込み講義という題になってるんですけど、その回を見て感じたんですね。で、それとコメントの多くが同じような、同じような意見が多いというか、まあ片方に通っ、まあひろゆきさんを、まあ
肯定するような、意見、コメントが多いんですが、ただ私はそのツイッターではね、なんかどうも違ったところもあったようなんですね。ひろゆきさん離れっていうあれがあったぐらいで、ハッシュタグが。でもそのああいうところになった時のコメント欄になった時に恐ろしいなと思うのが、違う意見を書き込むことが難しいんですよね。あんな風にこうずっとその、ひろゆきさん擁護するような発言っていうのが私もずっと見てて多かったんですけど、そうすると違う意見を持っている人はコメントしづらいと思うんですね。で、それも私はこのネット社会の問題があるかなって、日本だけでなくアメリカにも他の国にもあるんじゃないかと思うんですけど、自分が違うんだと、違う意見を持っているといった時に、周りがどうだとしても、私はでもこういうふうに思ってますっていうのが言いづらい、つまり同調圧力ですね。それが強いんだなーってすごく思いました。強く感じました。だからそれはあんまり良くないかなって思ってるんです。みんなが自分の意見を本当に言えればいいと、心からの意見を言えれば言えるような、書き込み欄、コメント欄になればいいのかなという気がしています。多くの人がひろゆきさんを支持して、私はそれが何か今まで、それで何か妬みを感じるとか良くないなんて思ったことはなかったんですが、しかしながらちょっと今回、そして前にもひろゆきさんの話を聞いた時に、少なくともいいなとは思えなかったんですね。なので今日は正直にこうして、動画を撮ってみました。皆さんはどう思われるでしょうか。そして私はもちろんひろゆきさんのね、賛成だっていう人がいてもいいですし、なんらそれがどうとは思いませんが、ただこのツイッターの言ってることは正しいとは私は思えないんです。それは正直に言ってもいいんじゃないかなと思いましたんで、こうやって動画を出しました。それではまた何か言いたいことがある方はコメント欄に書いていただいてもいいかなと思います。お返事ができるかどうかは分かりませんが、読みたいなと思ってはいます。それではまた視聴してください。